さて本日のサザエさんはサザエさんじゃないんですけど、本日のサザエさんは2部構3部2部3部3部構成となっております。はい、第1部第1部がオンラインお話し会について、第2部がなんだっけ AKB48 最近聞いたについてで、第3部がなんかとりあえず喋ろうです。3つ目の適当さやばいんですけど、そんな感じで配信していきたいと思います。第2部では一緒に見ましょう配信をしようと思っているので、あ、アンロケについて、そうですね、アンロケもですね話します。じゃあ4部構成でオンラインお話がいい、最近聞いた、アンロケ、でもアンロケもね喋れることが少ないので、まあ第3部のなんかいっぱい喋ろうに入れます。なので3部でいきます。ということでまずは、まず言うのは、第2部の方で一緒に実況配信見ましょう配信をするので、今のうちに端末にご準備するなりなんか準備するなりしといてください。よろしくお願いします。はい、 TVer さんとかパラビさんとかで見ることができるので、まあ録画している方はぜひ録画を見てください。よろしくお願いします。つうことで、それではまずは、オンラインお話し会について、イエイ、拍手、パフパフ、ポンポンポン。まずはオンラインお話し会が、まあ、開催されることが決定しました。ありがとうございます。こうしてまた皆さんとお話しできる機会をいただけるっていうのが本当に嬉しいことだし、またみんなと何喋ろうかな、あれ喋ろうかな、これ喋ろうかなとか、もうその私4月と7月に結構まとまってると思うんですけど、そう、その4月はまだ21歳だけど、次7月になったらもう25歳、あれ違う、22歳、5月25日に22歳になるから、もう7月の時には22歳のハルピョンとみんなお話しするんだなとかっていうのを、そういろいろ考えてました。はい、よろしくお願いします。で、まあちょっとね、部数自体は増えてるんですけど、ハルピョン参加できる日ちょっとあんまりないじゃんみたいな感じに思うかもしれない、本当に申し訳ない、別のねこととそのお話し会が被っちゃってることがあって、そう、それでちょっと参加できない日が何日間かありまして、そう、その参加できない日なら来れたのにっていう方も多分いると思うんですけど、本当に申し訳ないんですけど、4月と7月によろしくお願いします。ごめんねみんな。ということで、まあ私もスケジュール帳に書きます。急に急にね書きたいと思います。サイン会4月9日は全部サイン会なんですよね、全員が。そうそうみたいで、あ、全部入れてたわ、もう私仕事早かったわ、だってやることちゃんと終わってたわ。
全部入ってる。8月、あ、入ってるわ。あ、待って、仕事してた。えらい。4月9日、ちょうど、いや、本当だ、ちょうど1ヶ月後。ドキドキワクワク。え、待って、みんなが見れてるあれと違うのかな。でも私はとりあえず24、本当に部数が増えたのがすごく嬉しいんですけど、ちょっと自分のね、自分自身の予定のあれで参加できない日があってしまうっていうのはすごい自分の中でも悔しいっていうか、せっかくこう部数が増えてるから、もしかしたらその参加できる日が、参加できない日がもうちょっと参加できるってなってたら、なんかもうちょっと多かったのかなとかって思うと、すごくすごくちょっと自分の中でもにょーって感じなんですけれどもそう、でもまあとりあえず増えてるっていうこと自体をまず喜ぶ、まあ、全体的に増えてるんですけど全員そうだけど、まあちゃんと自分がやらなきゃいけないことはちゃんとやりきるっていうことを頑張りたいと思います。1枚サイン当たったとして、自分の都合でお話し会参加できなかった時ってサイン、それはね流れちゃうの。そう、なんか前もあったんですけど、その1個の部で何回か来てくださる、3回ぐらいループで来てくださる方がいて、そのお話し会の件は来れなかったみたいな、時間の都合で、そのなんか3回やって1個は当たってたんだけど2個は来れたけど時間の都合で1個来れなくてみたいな、その方のは書けないって言われちゃったの。そうだから、うん、もうそうなんだよね、辛いよね、なんだよその意地悪うん、でもみんなにできることは、でもさ1日4部になっているのはすごく、まあ私はねほとんど大体いつも1日4部のことが多いのであれなんですけど、他の部も参加できてたらどんくらい増えてたんだろうっていうのはすごい気になるな。うん、ねえ、だって4ってさ、嬉しくない？嬉しいよ、うん、でもひーちゃんとか1日6個やってんだ、すごまあ仕方ないんですけど、しょうがないけど、でも私とみんなにできるのはこれをまた頑張ろうっていうことなのでおすすめの日とおすすめの部はありますか？でもやっぱ何、うん、ワンショット、なんか写真欲しいって人はワンショットだし、サイン欲しいって人はあのサインだしって感じなのかな。どれおすすめに したらいいんだろう。そうだね。まあでも少なくともその再販とかがあのまたね前みたいに何度か出るってなった時にその再販がねどんどんなくなっちゃうから、まあ皆さん来れる時は来れるんだったら、まあ最初らへんからっていうのはあるかもしれない。確かに、だから4月から1個ずつしっかりなんだろう消化していくっていうとあれですけどなんていうの、一個ずつ
まあ売り切れっていう形になるのか分かんないけど、していくっていうのは確かに大事かもね。うん、それはあるかな。だから4月9日からまずはね、なんか前回のあれを見てると再販とかまたいっぱい出てきそうだから、正直だから最初からまあもちろん最初から8月しかとか7月しか行けないよっていう人とかはもちろんその日にね来ていただけたら嬉しいんですけど、いつでもなんか自分は今んとこどの日も参加できますっていう方だったら、もしかしたら早めの日からこうパンチパンチパンチってしてた方が嬉しいかなとは思います。うん、後半の時は再販とかでも大丈夫だと思う、そんな気がする。なんか前回のネモハモを見てる限り、まあもちろんまずは行けるところに申し込んでいただいておしゃべりしたいなっていう日に、だから例えば21歳のハルピョンとしゃべりたい方は4月に来ていただいて、22歳になったハルピョンとしゃべりたい方はまあ7月に来ていただいてっていう形にはなると思うんですけど、はい。じゅんさんミラーボールありがとうございます。何歌ってたっけ、いちごバナナか、どこまで歌ってたっけ、誰か覚えてるかな誰も覚えてないよね、私も覚えてないもん。あ、思い出した、ちょうどキスしたくなるまでだ、そこにま、あ、待って、トロケロさんミラーボール3つありがとうございます。じゃあ4つ分歌います。あ、パンダさんミラーボール2つありがとうございます。6ありがとう。じゃあ6個分歌いたいと思います。そこに紛れてる私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし、いちごバナナアボ、見た目かわいいよね、間違えた、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、そこちょうどキスしたくなる、そこに紛れてる私はアボカド、アボカドじゃねえしアボカドだし。6個ありがとう、ミラーボールありがとうございます。トロッカローさん音符ありがとう。テレビを見てハルピョンのことが好き、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あれかな、最近聞いたかな、多分そうそうかな、嬉しい、ありがとうございます。こんな私ですが、あれ今どこまで歌ったんだっけそれにはアボカドじゃないし、アボカドいちごバナナアボカドメロンチェリー、ここにあげてる私はアボカド、あ、ここまでか、嬉しい、ありがとうね、本来ならね、みんな行けるとき、そうだよね、ごめんねでもごめんってごめんって。竹兄さんハートありがとうございます。テレビを見てハルビョンがもっと好きになりました、イエイ、嬉しい、ありがとう西川り1048日ありがとうございます。ウルフ1048 1048
テレビを見て夕日になりたくなりました。夕日が沈む空を見てよね。スマホでちょっとまだ私はちょっと見てない手で言ったらいいのかな見ちゃったんだけど、さっきママと見たんですけど見た手で喋っていいのかな。でもまたね、実況配信はこの後するので、サリー、私はもうすでに昨日の配信で見てたんですけどでもその何だろう、放送自体っていうのはそう、さっき見て、まあまあ後で喋ります。それはまあオンラインお話し会はとりあえずそんな感じかな。みんなとまたお話しできることを楽しみに待ってます。はい、ということで、ですね、 T シャツの昨日は第3部に一気に飛ぶんですけど、T シャツの方ですね、皆さん昨日は、いろいろとなんだ投票していただいたりとか、とても本当にありがとうございました。無事皆さんの意見も参考にしつつ、その自分が描いたデザインと照らし合わせてどっちの色がいいかなっていうのを、どの色がいいかなっていうのを無事決めて提出いたしましたので、はい、もうデザインの方もだいぶ佳境っていう言い方合ってるのかな、佳境です、佳境に差し掛かっておりますので、ね、待って、変なあれだ、意味だったらどうしよう、佳境って合ってる、もう終わり。デザインの方も結構凝ったデザインにしてて、どれかなっていうのを楽しみに、はい、どんな感じなのかなっていうのを楽しみにしててください。結構頑張ったんだよ今回。まあもちろんそのデザインをしてくださるね、なんて言うんだろう、スタッフさんというかデザイナーさんもう本当に私の要望、いろんな要望に応えていただいて、まだ完成はしてないんですけど応えていただいているので、本当にもう細かいところまでめっちゃ言っちゃってるのでそうです、すごい頑張ってます、頑張りました。まだ完成ではないけど力作、毎回私の生誕 T はほぼ力作間違いなしぐらいだと思うので、今回も力作になってるんじゃないかなと思います。タオルに関しては、まあ、今回は去年のよりはちょっとちょっとあれかもしれないけど、そう T シャツ、今回は T シャツをこだわったって感じかな。でもとっても可愛いデザインになっていますので、ぜひ、まあ、去年変えてない方にも楽しんでいただけるそんなデザインになったんじゃないかなって思うので、楽しみにしててください。ハルピョンっぽい感じではあります、どっちも。うん、てかもう T シャツの方はもう橋本春奈ってかの位置をもう何そうでーって感じなので橋本春奈だなーって思っていただけると思うので、楽しみにしててください。はい、という感じですかね。それでは見ますか、あれ AKB 席聞いた、ザ・ウサギ、どうだろう、ザ・ウサギ、ザ、まあ楽しみにしてて楽しみにしててとしか言えないな。ウサギやめてる可能性、まあ少なからず
あるかもしれない。あれイヤホン持ってきたじゃん。あれあれあれイヤホン持ってきたんだけどイヤホンなくなっちゃってるよ。やばい、垂れ流してしまう。垂れ流しはいいのか。あれイヤホン、え、本当にない。待って、本当に、え、待って、じゃあどこに行ったんだ。垂れ流したら怒られるかな。でも真犯人フラグとか垂れ流して見てるよね。そんな大きくなければ怒られないかな。え、本当にイヤホンない。じゃあ今日はなしでうん、だってないもん。あ、あったありました、すいませんあったまってたこたつの中でへへごめんって怒るの？怒らないで。ジュース飲まして。おいしい。AKB。最近聞いた。あ、待って、始まっちゃった、やばい。よし、行きますよ皆さん。 OK ですか。テロップ加工。いきまーす。いっせーのでの、いっせーので押すので、でって押していただけたらでになると思うので、でいきたいと思います何にも伝わらない。いきまーす、いっせーので。エリちゃんの実況から。金田食堂さんに。本当にコメントを取ろうと思ったら、もうそれまでは暖房鳴ってなかったんですけど、私たちのために多分温めてくださってありがたい。日曜日に駿河湾フェリーに乗ろうと思ってたけど、あ、行ったけど波が高くて結構。ああ、そうなんだ、リアルな動員力でもハルピョンの動員力はあれは、え、みんな来てくれるよね。え、行きます、行きます。でも行った人ももういますよね。行った方ももういますよね。駿河湾、特に金田食堂さんとね、もう行きました。だからもう私はもう動員1はもう確保、全員
ミヨンさんはじゃあ、まあ、とりあえず見てください。イエス、する気はありますよ。デートしましょう皆さん。そう、字幕がね、ハルピョンのピョンがね、ピョンじゃないんで、ピョンなんだよね。ね、ちょっとそこはね、私も見てて。え、全然バスツアーしましょうよ。してほしい、本当に。うん、かわいい。駿河湾します。駿河湾します。もうします。します。なんか携帯で調べてる、まなかちゃん。まなかちゃんもう一生懸命考えてる。むずいむずい。後輩はちょっと難しかったです。どういうことって言っちゃってるし。ひろゆきさんがどういうことって言っちゃってる。本当に失笑だったこれ。この時のなんていうの、スタッフさんがもうあみたいな。でも一番最後って一番難しいですよね。だから一番最初が一番簡単、絶対そう。だからみーよんさんどうも。でもいきなり来てもびっくりですけどね。びっくりだけど一番楽だよね。なんて言うんだろう、おいしそう。マグロユッケ、マグロユッケ、イエーイ。マグロユッケ4人の中で一番私リーズナブルなやつ、めっちゃ美味しかった。あのピョンズのお財布に優しくしときました。独り言、独り言。ユッケだから味ついてるか。美味しそう、食べたい。韓国海苔だ。絶対わさびのせすぎでしょう。カキフライ、カチューシャかわいいでしょ。持ってったのカチューシャ。美味しそう。カメラがいっぱいあったの。食べようとしたら食べれなくなっちゃった。あ、リアクションってなって。おいしそう。かわいい、レイちゃん。そう、時間なかったの。お刺身いっぱい、美味しそう。マナーまで、ま、学ばせてもらえる番組。美味しそう。
美味しそう。うん。近っと思ってました。私もこの、あの横で見てて、もうこんなん、もうカメラ、あれ携帯どこ行った？もうね、こんなん、本当に近っと思ってました。私も見てて、まなかちゃん。うん、このミヨンさんの食レポがねすごいんですよね。ワンとニャーすごーい。聞いてましたよ、ちゃんと聞いてました、ちゃんと聞いてました。でも急いで食べなきゃと思って時間ないから急いで食べなきゃと思ってまたらしく自分の口に入るぞマグロのマグロの気持ちになってる私美味しそう、食べたい。近い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 ちょっと引いたもん私ちょっと引いたもんうん、めっちゃもう本当にこんなんでした。そうで食べてる姿レアなので。ひろし来てたよーうなぎの肝、ごちそうさまでしたフェリーフェリーです。あ、動いた小学生のコメント。マダム。ぼー手振ってくださってたんです本当に。お父さんたちが手振ってくださってました。本当に怖かったこれ、レイちゃんいつ落とすんじゃないかって。カニ、たこ焼き、私目に入ったものしか言わないんだけど、カニ、たこ焼き おもろくない？ちゃんと富士山が入るように髪色綺麗、私のいい色。もっとトトルと思ってた。なんで？なんで壊したの？本当に。
ちゃんと私は真中ちゃん真中に誘導して。ひろゆきさん、ひろゆきさんじゃない、ひろゆこさんか。胸がキュンと。まなかちゃんが先読みしてくださってくれてたの。素人。待って、同じタイミングでひろゆきさんと喋っちゃった。レイちゃんの声が、そう、ルービックキューブみたいなコンテナ線、あのコンテナさん線のなんかあれが売ってた、かわいい、好きだよ。大好き。お隣だったの嬉しかったです。そう、模型っていうかなんかチョロキューみたいなやつのあれが、コンテナ線みたいなのが、絵描くの。友達との会話じゃん。その絵描くってこと聞いてなくて、私たち多分ミーヨンさんしか聞いてなかったんですよ、そのあれのなんて言うんですか、あれのあれがなんて言うんだろう、そのなるちゃんとももちゃんとミーヨンさんがなんて言うんだろう、打ち合わせに参加されてて、そうそうそう、だからもうついちゃうよ。そうだから私たちはその絵を描くってことを知らなかったので、絵描きますっていう、そう、と思って、私は K と8を描かせていただきました。イエーイ。そう、富士山を塗って、楽しそう、楽しかった、かわいい。なんかでもこれをやってて思ったんですけど、アンロケ、アンロケかなんかのアンロケかなんかの時にりんちゃんがあの、私いいこと言った、日付っていります、いいこと言った、まあそれは置いといて、あのりんちゃんがね、大きいあのなんかあれに書いてた時あったじゃないですか。なんかそれを思ったら、本当にこんな大きいところにゼロから書くってすごい大変なんだなっていうのが自分もやって思いました。すごい、やっぱりんちゃんさすが、マジで。お疲れ様でした。本当にすごいなと思った。しかもめっちゃ上手だったし、りんちゃん、かわいい、若い。でも大きいところに書くっていうのはすごく楽しかったです。iPhone で。おお、 AKB48 杯だから皆さんも行って写真いっぱい撮ってくださいね。詳しくは番組ホームページ。皆さんの方が多分私たちより綺麗な
写真撮れると思うので、うん、おチーうん、権限強いなひがな レイちゃんひがなひがなアンバサダー難しかったの、東静岡の南どこどこどこと思って、そう難しかったんです。これは嬉しい、もう私これはなりたいですね。でも決まったの、そう、ずん、多分ずんちゃんなんじゃないですか決まったのかな、この日がなアンバサダーうんあの日がなんですかって言うんですか、やばくない知ってるのって言われたらどうするんですかわーい、私ダメだよって言われてるんですけど、ダメじゃない、一応21歳なので。あ、ありがとうございました、おいしさんありがとうございます。そう、この流れがあっての温泉だったんですよ。だからなんでお前なんだってなったのかもしれないんですけど、まあ橋本でした。めっちゃ綺麗だった、沢田公園露天風呂。あ、マジで綺麗、本当に綺麗でした。もうなんか楽しいレイちゃんとのデート楽しいレイちゃんとのデートだった、本当にただただ。これ私またなんか一人でなんか言ってるんですよ。夕日が沈みかけじゃないかみたいな沈みかけではないかなんか言ってて、いや沈みかけって多分こうこれくらいのこと言うよなと思って、沈みかけではないなと思って本当にこんなところに温泉があって感じだった。あー、アルピョン温泉だって当たり前だよ、温泉入りに来てんだから温泉だわ。あらららららら、ら温泉に入っちゃうの橋本さん、気持ちかった、鎖骨を拝んでくださいぜひ鎖骨を拝んでください。なんて言ったらいい、温泉特有の香り、なんて言ったらよかったんだろう、難かったな。水平線が光る朝に、本当に、え、これカツカツって言いますよね、待って、カツカツって言いますよね、え、本当に疑問なんです、カツカツって言いますよね、え、言うよね、なんかパパにえって言われた、待ってるよね、言うよね、あ、よかった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 、どうぞ。いい船、
カツカツって言うタイトでとか言ったらよかったのかな、カツカツで。でんでれれれれ、これ全編 iPhone なのでね、すごいですよね。 iPhone ってこんな綺麗な絵撮れるんだって思いました。前髪どこ行った？アルピオンから始まります。コモレビのアルペジオ、夏が静かに去ってゆく人影も。カフェテリア、デレレレって。かわいい、かわいい、透明感爆発。なんてこんなかわいいんだ。なぜか気になる怖かった人、好きなのか。まあ多分ね、普段の私っぽくない服着てると思うんですけど、なんか基本私足出すことが多かったりとかするので、あんまりあれかもしれないんですけど、やっぱ風に吹かれるフェリーだってことだったので、そうだからちょっとあんまりね、短いとね、みんなキャーって思っちゃうかなと思ってちょっと守りに入りました。すいません。なんとかしなきゃ、The end。見た？今見つめ合ってニコって秋風のクレッシェンド、ここマジ泣きそうになった。ずっとつぶやいたら、花の奥の方がツンとしてきた、また遊びに来いよなんて、ぶっきらぼうに言ってくれた。正解、大好きです、レイちゃんのこと。ずっと隣だの、私とレイちゃん。ふふふ、新鮮だった、ひょっとして恋なのか。楽しかったな、そばにいてほしいよ。もうさ、色塗りでございます。色塗り K を書いてます。頑張って K と8を書きました。さっきも言ったけどネバーストップさん、アイシングクッキーありがとう。自分でも気がつかなかったけど、大人いないって思ったら突然、もしかしてコンテナさん、あ見ました？もう私得の私得の MV、 一生大事。やっぱ前髪欲しいな前髪ない、前髪欲しいな。前髪ある方がいいね、私は。ということで
ましたもんね。次回ユイリーさんの靴で興奮する女。本当に静岡県は景色綺麗、なんて言うんだろう、富士山がこんなちゃん、なんだろう、あの河口湖の時も、あの河口湖でコンサートさせていただいた時も結構大きく富士山を見たことがあったんですけど、それは山梨県側からだったので。終わり。そうだから、なんかこうちゃんと静岡の富士山っていうの、静岡県側からの富士山っていうのをちゃんと見たことがなかったから、すごい、なんだろう、ほぼ初めてちゃんと静岡県側からの富士山を見ることができて、静岡県側、静岡県から見る富士山合ってるを見ることができて、すごくうわーってなったし、まあ確かに雲があったのがねちょっと残念だったんですけど、でもそれでも綺麗なことがすごい分かったっていうのと、あと県道223号っていうのがあるってことは、ね、実際は知ってたんですけど、でもそのなんだろうな、なんか通ったことはなかったから、こうやって駿河湾フェリーに乗って、あの県道223号を通ることができてすごく嬉しかったです。はい、よかった。まあ欲を言うならば、あの爽やかを食べたかったので、ぜひ私が日がなアンバサダーになって、あの爽やかなハンバーグをね食べに行きたいなと思います。うん、東静岡駅南口、まあ皆さん動員、橋本さんの動員力をね頑張りましょう、みんな。みんなぜひ行ってください、静岡、愛知とか静岡に住んでる皆さん、もちろんそこに住んでない方も行ってください。YK さん、愛心がクッキーありがとうございます、ありがとうございます。ということで実況終わったんですけど、いかがでしたでしょうか。私のっていうか、初めは2回目ましてのテレ東さんなんですけど、いかがでしたでしょうか。楽しかった、可愛かった、ありがとうございます。作太郎さん、アイシングクッキーありがとうございます。次回予告、そうですね、次回予告まあ出てたと思うんですけど、あのユイリーさんの靴を見て壊れるとある女の子が登場します。まあもうね、あの AKB48 最近聞いたの告知ツイッターにはもう誰が一緒に出演するかっていうのは載ってるんですけど、来週も私出演させていただきますので、皆さんぜひ来週も見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。来週はハーフアップ、間違えた、ハーフツインテールで参加してます。静岡県民としてお礼を申し上げます。ありがとう。ぜひあの行ってくださいね、あの私とお腹の中を揃い界隈してください。あのマグロユッケ丼ランチしかやってないんですよ。であれは白ご飯と白ご飯なので、あの 100% 白ご飯です。なんか玄米ハーフみたいなのじゃなくて 100% 白ご飯。鎖骨が綺麗でした、ありがとうございます。ぜひ鎖骨また見てください。また見てくださいはやばい。そう、来週放送の収録の時に私の足技見さらせやーの TikTok を撮ったので、ぜひそちらも見てください。 TikTok でレギュラーではないんですけど、はい、レギュラーですね、そうですね、レギュラーはひろゆきさんだけですね、羨ましい。あとひろゆこさんとひろゆきさんとひろゆこさんはレギュラーですね。はい、ごめん先生さん、アイシングクッキーありがとうございます。またニューヨークシーンはありませんよ。あーやばい、あったら、うん、あったらやばい、笑ってまう。そうです、なのでぜひ見てください。もうあと何か聞きたいこともないですか。
もう全然なかったらもう次に行っちゃうんです。あ、ちなみに、昨日着てた、昨日じゃない、これの放送の時に着てたお洋服は私の大好きなマジェスティックレゴンさんのお洋服で、上はね、あのファンの方からいただいたやつでございました。作太郎さん、ミラーボールありがとうございます。あれ、携帯あった歌詞歌う歌詞どっか行っちゃった。待ってね。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。5つ分歌います。いちごバナナアーポン、見た目かわいいよね、メロンチェリーオレンジ、ちょっとつきすし、間違えた、ちょっとつきあいたく、わかんない、ここそこには呆れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、ありがとう。待って、あと今4つ歌ったから、サプライズラバーさんの1個と、ネバーストップさん、ミラーボール1個ありがとうございます。2つ分歌います。いちごバナナアーポー、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーポー、わかんない、いちごバナナアーポー、メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーポー、キウイピーチ、アボカドじゃねえし、アボカドだし、いちごバナナアーポー、メロンチェリーオレンジ、ん、わからん、むずい、待って、どうしよう、メロン、チェリー、オレンジ、キウイ、ピーチ、アボカドだよね、あれ待って、分かんなくなっちゃった、いちご、バナナ、アーポー、メロン、チェリー、オレンジ、キウイ、ピーチ、アボカド、あれ、いちご、バナナ、アーポー、メロン、チェリー、オレンジ、いちごバナナアーボー、キウイピーチアボカド、チャラチャラチャチャラチャラチャ、ありがとうございます、強制ありがとうございます作太郎さん、モノ、待って、でもモノクロームさんでいいよって言ってくださったので、ね、モノクロームさん、ハートありがとうございました。めっちゃフルーツ言った人じゃんね難かったです、最後終わり良くないけど全てよし終わり全然良くないけど全てよしで、はい、本当にでもたくさん、なんて言うんだろう、待って、とあるとある中の人だ、こんにちは、ありがとうございましたツイッターにオフショットあげたので、よろしかったら、みな、あ、だって皆さんぜひツイッター見てハーピョンがいるって思ってください適当かよ適当じゃないんですよ、ちゃんと見に行ってください。巡回済み早っあの駿河湾の方です、課長さんですのツイートをぜひ、静岡県、ずんちゃん、ずんちゃん推しさんですずんちゃん推しさんの、ということで AKB48 最近聞いたでした。なんかもともとは1個だと思ってたんですよ、この駿河湾の回が1個で、次のあれのそのゆいりんさんのお靴の方の
の会が1個だと思ってたので、その駿河湾さんで2個こう出れてるのはすごい嬉しいことだし、まさかハルピョングラビアやったことないのにお風呂入っちゃうなんてって皆さん思ってくださったと思うんですけど皆さんぜひお風呂いっぱい見て楽しんで。でもね、昨日の夜見たらね1万回再生いってたんですよ。嬉しい。だからいっぱい見てね、もっと見てね。なんだっけ、最近聞いた、1.2 万回すごくない？え、すごくない？え、すごいよ。みんないっぱい見てね、本当にいっぱい見て。ハルピョン使ったら再生回数回るんだなって、このテレ東さんの YouTube さんの中に。だってチャンネル登録者数さんが 1.3 万人で 1.2 万回視聴、すごくない？みんなちょっと見てください。絶対毎日、もう毎日見ましょう。一緒にお風呂に入ってる気持ちになってくださいすごーい。でも大体 1万前後なんだな。この長い光はすごい、4万再生だけど。だって橋本春奈で、うわ、1.2万、嬉しい。ショールームのリンクに貼りますかこれ。まあ貼っとくかだってそうですよね、せっかく入ったんだから再生回数回ってもらわないと困るので。そうそう、せっかく入ったんだから回さないと再生数。コメント読もう。嬉しい。これを見て押すことに決めました。可愛くない瞬間がない、やったー。もっと好き、これを見てもっと好きな曲になりました。だってありがとう、嬉しい。橋本春奈がただ5分お風呂に入ってる映像これどうやって、あ、共有リンクをコピーで、このさ、あ、まあいいや、ショールーム、ショールーム、どこ行った？ショー、これか、ショールーム。温泉といえばハルピョンになってほしい。嫌だ、無理だよ、やめてください。いいですいい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 。この画像をさ、あれ、これどうやって、このさ、私これのさ、あのこの画像ってどうやって撮ってきたんだっけ、どっから撮ったんだっけ、この橋本春奈に学ぶってやつ忘れたな。どうやったら、温泉ロケアイドルやだよ。
サウナはね、行ったことない。私すぐ出ちゃう。長サウナ、長サウナできない。昔ね、すっごい昔、ママとすっごい昔ですよ、もういつだろうってぐらい昔にママと入ったこと、サウナに行ったことあるんですけど、私はすぐ出ましたでもなんかサウナ整うみたいな、最近ちょっと前流行ってましたよね。マクミックさん、水色だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。ありがとう。ちょっと今パソコンに送ってます、写真。待ってね、画像選択。でも代謝悪いんですよね、私代謝悪いから汗かかないかもしれない。でも結構長風呂してましたよ、この収録の時は。抱きつこうかのあれの時結構長風呂してましたから。長風呂って言うんですか、長湯、何、長温泉なんて言うんだろう、ちょっと難しいけど。これで更新する。どうだろう、いけたかな。みんな更新してみてください。私のショールームどんな感じ、いけてる。いけてる？お風呂飛べてる？お風呂に飛べる？ちゃんと。ちゃんと飛べた、よかった。じゃあいや、私のところはまだ橋本春菜が作るだからまだマヨコンドリア作ってる飛べた、よかったです。皆さんぜひ、もう配信終わったら一回見るぐらいの気持ちでいっぱい見てください。ということで、それでは次の議題に参りたいと思いますけれども、次の議題はなんだ、議題じゃない、間違えた、なんだっけ、忘れた。3本立ての3本目は、なんかいっぱい喋ろうということで、まず皆さん多分気になっているのは、今日ね、オリコンニュースさんの方の記事に載ってたんですけど、私も見て、お、今日載ったんだと思って、めっちゃ何あれをあれしてあれしたんですけどオフショットをたくさんね載せさせていただいたんですけど、そうメールとかにね載せてた、載せたんですけど、3ヶ月ぶりアンロケターボメンバー総出演の原点回帰ということで、CS
放送、テレ朝チャンネル1、ドラマバラエティアニメで3ヶ月に一度の第4金曜日、午後10時から深夜12時の2時間枠で放送されている AKB48 チーム8のあんたロケロケターボ、昨年12月24日以来となる今月の25日の放送はメンバー総出演の原点回帰、春だ、横くん寝起きだ、外ロケだ、みんなのアンロケが帰ってきたよ、おかえり、ただいま、豪華3本立てスペシャルということで、おお、私はね前回のアンロケターボに出演できな、なんて言うんだろう、あれでなんかクリスマスパーティーみたいなのでちょっと出演できなくて、そうクリスマスの歌をジングルベルを歌ってる人間だけだったので、今回こうして出演しがっつりと結構多分出演させていただいて3本立ての1本の中に入れてるのでとても嬉しいでございます。その1、私が出るのはですね、初めての予告寝起きドッキリスペシャルということで、パジャマパーティーって聞いてたんですけどそうだからパジャマパーティーって聞いてて、私たちはなんかあんまりちゃんとは言えないんですけど、ここに書いてあるから言えるけど、パジャマパーティー企画と聞かされたままホテルに集合、まあ、これをねしっかり読みます。アンロケ恒例、あらかじめ寝起きドッキリに行くことを伝えておく人気企画予告寝起きドッキリが今回スペシャルで登場。まだ予告寝起きドッキリをやったことがない橋本春奈、川原美咲、山田京香、藤園玲の4人が偽のパジャマパーティー企画と聞かされたままホテルに集合。そんな中、なすなかにしさんと寝起きドッキリランキングワースト2位のなぎちゃんが、今回は予告寝起きドッキリという本当の企画を告げられる、あ、違う、告げる、なすなかさんとなぎちゃんに聞かされたんです。そう、さらにアドバイスをするだけのために来ていた坂口なぎさも急遽ドッキリに参戦することに。大混乱のまま始まった寝起きドッキリは謎解きミステリー、脱出、あ、間違えた、脱走、ホラーありと初めてとは思えない展開に、しかも高得点が連発。メンバー同士もそんな姿初めて見るというハイクオリティな予告寝起きドッキリが期待できるということで私は何をしたんでしょうママに聞かれました。え、あんたこんな、ママにね言ってなくて、そう、どんなことをするよっていうのも言ってなかったんですけど、そうで、え、あんたただのウサギの可愛い格好して寝てただけなのってそう聞かれて、どうだろうねって答えときました内緒。内緒です。でもなんか寝起き、予告寝起きドッキリは私本当にやったことなくて、なんか昔はやりたいなって思ってたんですけど、いざやってみるってなると本当に難しくって、なんか予告されてるからこそ何したらいいか分かんないみたいな感じだったんですよそうなので、まあ私は一体何点なのか、そこにも注目して、誰がそのメンバーの中で誰が優勝したのか、ぜひ楽しみに見ていていただけたら嬉しいなと思いますけどもはい、うさぎさんのパジャマでした。この間お姉ちゃん家でやった時にさ、うさぎのパジャマ着てたじゃん、あれがそれだったんです。だからわざわざ持ってきたのみたいなファンの方に聞かれてたんですけど、そのために持っていきました。パジャマパーティーって聞いてたからそしたら違ったパジャマパーティー。でもね、なんかね、ミッサーとそのなんか
最初メンバーを見た時にミスターと何するんだろうねみたいな、なんかうちら喋んないとやばいやつだよねみたいなそう喋んないと多分やばいよねみたいな話になって、そうそうだよねって喋んないとやばいよねみたいな、なんかパジャマパーティーって聞かされてたからそうだよねってなって、でもさなんかさ何本当に何するんだろうねってなってたんですよ。絶対パジャマパーティーだけじゃないよみたいなミスターは言ってたんですけど、でもパジャマパーティーだと思ったから私は大人を信じたら違いました大人を信じたら騙されちゃった。うん、そう、うん、アンロケは信じちゃいかんってコメントでもねその、まあ、台本をねいただいた時にパジャマパーティーって見てミスターと絶対やばいやんみたいな、そんな このメンバーでそんなパジャマパーティーなんて大丈夫なみたいな、絶対もっと浜さよな的存在ないと大変じゃないみたいな、そうだって可愛い子ちゃんばっかりだからみんなもなぎちゃんもその私とミスターで喋ってたからだけど、なぎちゃんもそれいちゃんもきょうかちゃんも3人とももうフォフォフォ系でもう可愛い子だから私たちガンガン喋んない、でもなぎちゃんも喋れるよみたいな、そうだからきょうかちゃんとれいちゃんもでもれいちゃんも意外と結構まあちょっとずつねちょっとずつ多分みんなも分かってると思う、だから多分とにかくきょうかちゃんをもうとにかくきょうかちゃんにいっぱい喋ってもらわないと、そうきょうかちゃんの可愛いところもっと引き出さないとっていう話をしてたんですけど、まさかのパジャマパーティーじゃなかった。でも私が疑ったのはそうえって初めて疑ったのは当日行ってその台本紙の台本をいただいた時にその紙の台本の上にメンバー用って書いてあったんですよ。でなんかドボンのライブの時も紙の台本でいただいたんですけどメンバー用って書いてあって、そのスタッフさん用のには私たちのそのなんだ表彰の何順位が載ってるやつだったらしくて、そのそれは見ないでくださいみたいな、それはまだ本当に本番まで内緒でみたいな感じだったので、これまたメンバー用って書いてある台本もらっちゃったよと思ってそう思ったわと思って、これ多分なんかやるなと思ったんですよ、そのメンバー用って文字を見てこれなんかやるなみたいな、そうなんかやるなと思って、でまあなんかねそのなぎちゃんだけちょっと早く集合だったの、だからあこれ多分オカルト系だと思って、きっと私たちパジャマパーティーって言われて集められてるけど、なんかパジャマパーティーしてるところになんかラップ音鳴ったりとかなんかオカルト系なんじゃないかなと思ったの、そのユーマがユーマなんか現れるとか絶対そういう系だと思って、でいざそのじゃあ本番始めますよーいバーンってなって須中さんが話されてて、それでは今日やる企画は聞いてますねって、私たちパジャマパーティーだと思ってるからはいみたいな、もうパジャマパーティーでいたっきまんまだった。そしたら本日やる曲は曲じゃないこちら予告寝起きドッキリ違ったオカルトじゃなかった、しかも予告寝起きドッキリマジかマジかってなりましたね、はい、まあアルピョンがどんな予告寝起きドッキリをしたのか楽しみにしててください、今月25日放送まあオカルトより、そうですねオカルトよりは良かったですね、確かに寝れなくなっちゃうオカルトだったら私うん
でも他のメンバーの寝起きドッキリは私まだ見てないので、そうどんなのなんだろうっていうのはすごく楽しみです。うん、いやまさにアンロケでしたね。うん、騙された騙された悔しい。パジャマパーティーしたかった普通にパジャマパーティーしたかった騙されるとは思ってなかったんだよ。もうまさかだったな。まあ、他にも私は出演しないけど帰ってきた、普段なかなか会えないものに会いに行く、初代アンロケとか、次も私は出演しないんですけど、メンバーが語るアンロケとはスペシャルインタビューとかがあるので、皆さんぜひ3月25日見てください。よろしくお願いします。大人は信じちゃいけない大人は信じちゃいけない。みんなは大人じゃないの？みんなのことは信じていいの？みんなは子供？大人？どっち？子供なの？大人なの？信じていいの？信じちゃダメなの？どっち？どっち？いやーマジでもうこのさ、写真だけ見てるとさ、本当にただ私と京香ちゃんと、まあ、ミスターもちょっとなんか怪しい怪しいアヒルさんを持ってるけどレイちゃんとナギちゃんのさ一週間って合ってる、なんていうの、存在感というか何したのこの人たちみたいな感じがすごい強すぎて、私と京香ちゃんがすごいなんか何もしてない人になっちゃって、違和感出てこないのやばくない？違和感。でもとってもなんだろう、いやあんまり言い過ぎることはできないんですけど、まあまあ予告寝起きドッキリ、まずハルピョンは起きていたのか寝ていたのか、そこですよね。予告寝起きドッキリといえば寝るメンバー大半っていうあれなので、まずHashimotoは起きてたの？寝てたの？どっち？はい、ぜひ見てください。めっちゃおもろいかな、どうだろう、どうかな、わかんないけど、でもまあまあまあ見てって感じ見てって感じですね。とりあえずそれ以外は何も言えない。
らしさはちゃんと出てそう。出てるかな、どうだろう。出てるといいなと思うんですけど、私らしさ。でもすごいお二人とも面白い。そうそうそう、なすなかさんが面白くしてくださってたっていうのは絶対事実なのでマジでもう笑ってた、もううん、あのなんていうの、終わった後にみんなで喋ってた時になすなかさん面白すぎて笑ってたので、本当にあの鈴鹿さんが面白くしてくださったのは本当に事実だし、めっちゃすごいなんだろう、アットホームな感じの雰囲気のあのあれに なってますので、ぜひミフィちゃん可愛いでしょ、ミフィちゃん、それはママにもらったミフィちゃんだよ、可愛いでしょミフィちゃん。そう、半年ぶり、確かに今考えたら半年ぶりなんですね、なすなかさん。なんかそんな感じしなかった、もっとなんかいっぱい会ってる感じ。うん、会った時の1回のそれが多分濃いんだろうね、すごい思い出というかすごい濃いから、なんかなんかすごいいっぱい会ってるイメージだったけど、そうなのか、そっか、だって3ヶ月前に会ってた、会ってないから、噂検証してた時と変わってなかった。そうですね、変わってなかったですよいつも優しいなすなかさんでした。なんかあの回ってないところでも優しくそのいろいろお話ししてくださってっていう、うん、放送は3月25日です、楽しみにしててください。はい、楽しみにしてていいのかな、どうだろう。まあでもハルピョンのパジャマ姿は見れる、見れるはずだはい、ドキドキワクワク、見てね、絶対。3月25日だよ。ポクポさんだって言ってるでしょ。言ってない。誰も何も言ってない。やばいやばい。急にやばい。いや頭おかしい発言してた。へへ。うん。そうだ。萌えゼリフやるかな、どうでしょう。個人的には新バラエティー、そうですね、あのさよならモーリさん、なんかさ AKB48 最近聞いたもんさ、なんかさよならモーリさんもだけどあれだよね、短縮のなんか言える、あーあれねみたいなのが欲しいですよね。
なんかいつもテレ東さんの番組って言っちゃう。うん、最近聞いたとかなのかな、どうなんだろう、むずい。さよもりさよもりね、それはまあ公式さんに考えていただいて私がここで考えても何も流行らないのでテレ東さんじゃないや、公式さんに、 AKB48 公式のツイッターの中の人に考えてもらって、AKB ビンゴ、そうビンゴビンゴビンゴって言ってたじゃないですか、ビンゴビンゴって言ってたから、なんかそういうのもあったし、短縮。もしかして好きなのか、自分でも気がつかなかったけど、もう会いたいって思う、会えないって思ったら突然胸がキュンとしてきた。さよもりさよもり、最近ハルピョンのショールームを聞きながら寝落ちするのが趣味になってきて、そろそろ落ちそう起きろって大きい声で落としたらむせた起きろ、起きて起きて起きて、起きないとハルピョン明日配信しないよ、今すぐ起きて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 、っていうかこの間劇場出た時からなんか声がね、あのね、おあお起きて起きてこんな感じになっちゃうの、私あこのクロームさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、マッチのあれですね、まぶたを閉じれば、瞳を閉じればだ、瞳を閉じれば、まぶたの裏にいるようでですね、今日3月9日、閉じればあなたが、皆さん今すぐ瞳を閉じてください、まぶたの裏に私はいますか、多分目開けた方、瞳開けた方がいるわ、画面の前にね、そうだよね目開けた方が画面の前にいるわははは歩いてるか危険、それはダメだよ絶対、歩きスマホマジ危険だから本当にやめてうん、歩きスマホは危険です、やめてください、今日はね目代わりで買ったコスメでメイクをしてみたの、ちょっと、まあ、アイシャドウとかは違うんだけど、あのマスカラ、マスカラはこれひーちゃんがおすすめしてたマスカラを使ってみました、あとは保湿、そう下地を変えたの、そう
化粧、保湿クリームを変えたりとか、下地をね変えたっていうか、これまでは私はなんかここにねすぐあればいいんだけど、今ちょっとリビングだわ今リビングだわ。いつもここにピンク、ピンク薄め、あ違う結構濃いめなんだけど、ピンク緑、ここは紫みたいな感じで塗ってたんですけど、そのそれをピンクと緑をなるべく薄めに塗って、紫とあと今回新しく買ったやつの下地を混ぜていい感じの色にして、でここら辺全体的に塗るっていう、まあ、鼻ここら辺も薄めにね全体的に塗るっていうことをしたら、結構ね保湿力が結構ちゃんと、その保湿クリームのあれもあってか保湿がちゃんとされてて、なんかいつもよりもなんて言うんだろう、よれないっていうか、いつもよりよれなかったです。今日は今日のメイクまた紹介する時が来ると思います。その時にまた見てね。鼻かゆい。お肌はねもっと綺麗にしたい。なんか、乾燥肌なのをねやめたい、やめたいっていうか改善させたい。本当にそれだけが、眉毛もいい感じ。あ、作太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。最近この時間の配信が多くなってきたね10時ぐらい、10時過ぎぐらいから12時までボーンってぶっ通しでやるのが最近多くなってきちゃった。眉毛はね染めてはない。あ待って、これってあまだ出てないかも。あやばい、言おうとしちゃった。なんでもないです眉毛は染めてないですよ。眉毛マスカラっていうのを使って一時的に色を変えるっていうことはしてるけど、すっぴんの時は真っ黒、真っ黒黒しゅけ出ておいで、出ないと何だ、出ないと目玉ほじくられるんだっけ、何されるんだっけパンダさん、アイシングクッキーありがとうございます。めっちゃ怖いね、だって真っ黒黒しゅけって目玉しかないじゃん。え、どこ行ったっけな、なんか本当にこれくらいのマクロクロスケの球体のぬいぐるみ持ってました。うん、これくらいの本当に球体のわわわわわっていう目玉じゃないや、マクロクロスケのぬいぐるみ持ってました。2個しかも2個持ってた。千と千尋のカエルのモノマネ、千を出せ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 、あちょっと変だった千を出せ千千ダメだ、1回で十分やめとこう。ぴょんちゃん、めいちゃんっぽい、めいちゃん、見た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 こんな感じですよねやや受け、やや受け、やや受け、せせせ、ここここです、せせせせせせ、ちょっと今喉やられてるからダメなんですよねせせせせせせ、あ
って。ちょ、私が最後にトトロ見たの、トトロ見たのめっちゃ昔すぎて覚えてないんだけど。似てんのか似てない、もう言い方も合ってんのか合ってないのか分かんない。いけてます？あなたトトロっていうのね。あ、サツキっぽかった、そっち。そっちか、お姉ちゃんになっちゃった。ちゃんと聞こう、ちょっと、あなたトトロっていうのね。ひなこはだって何でもできるんでしょ、モノマネ本当にすごい。あなた YouTube、 YouTube で調べよう。お姉ちゃんっぽい。あなたトトロ、トトロっていうのね。これか。すごい。やばい。ゲシュタルト崩壊しそう。でも分かった。あなたトトロっていうのねみたいな感じ。あなたトトロっていうのね。わかります。正解、本当にこれ、あなたトトロっていうのに。これが1分46秒ずっと流れてる動画があるの。マジゲシュタルト崩壊、ゲシュタルト崩壊って目なんだけど、まあいいや。あなたトトロっていうのね、あなたトトロっていうのね、あなたトトロっていうのねっていう、もうずっと1分46秒ずっとそう。やば、すごい動画を見つけてしまった。さつきちゃんのモノマネ、ないかな。さつき、トトロ、さつき、さつきちゃんが喋ってるあれが聞きたい。さつきちゃん。いやもう合ってる、これ正解です。これ正解です。あるある、ジブリあるある。行ってきます、もうランドセルめっちゃ走って持ってく。あるあるすぎる。行ってきます。ちゃんとあんま見たことないな、トトロっていうか、普通になんかちっちゃい頃に見てたものをこうなんだろう、物心ついてからちゃんと見ないから、うん、なんか懐かしくっていうか、ちゃんと知らん、あんま覚えてない、うん、って思いました。ここで皆さんに秘宝があります。あ、みんなにとっては全然秘宝じゃないかもしれないんですけど、私にとってはとっても秘宝だったんですけど、今日ね今日ね、まあ、東大をさ見てたんですけど、明日じゃないや次回予告でね、来週はハリーポッターのなんちゃらなんちゃらビデオから、うん、映画から出題みたいな感じだったんですよ。
そう、ハリーポッターすごい好きな人にとっては多分朗報だと思うんですけど、私ママに言ってました、わ、え、ハリーポッター見たことないんだけどどうしたらいいのって。そう、これを機にハリーポッターを見るかもしれない。うん、多分ない、だって怖いもん、なんか怖いじゃん、夢に出てきそう、怖いから見れない。あなたトトロって言うのね。急に挟む。そう、ハリーポッターを何も見れない。見たかったな、東大を。だから何も知識ゼロで挑む。知識ゼロで見る、うん、私なんかモノマネできないのかな、無理だな。せーの、出せしかできない。それしかできない。それでミッキー消されるもん。ほっ、あ、ちょっと待って、喉やられてるからできない。待って、今喉やられすぎててできなかった、今。ほっ。消される、やばいやばい、バンされる。タラちゃん、タラちゃん、タラちゃん、いくらちゃんないできます。はーい。って声出ない。ちょ、今高い声出ないんだよね、喉つぶれてて。はーい。声出ないよ、助けて。ドナルド。ドナルドは左が上手いんですよね。そうそう、そんな感じ。待って、もう55分、そんな感じ、やばいやばい、もうそんな時間なの。あ、建物レベルアップした。じゃあこれだけちょっとやってからランキング読みます。だからうちのモノマネ、厚尾さんならいつでもやるって。厚尾さんならいつでも、いつでも、いつでも、どこでもお任せください。どこでもは嫌だな、ちょっと人を、人少ないとこで。あの、なんか富山駅とかでやってくださいとか言わないで。無理。詰まった排水口の、最悪なんですけど、詰まった排水口の音やります。最悪、超やだ。待って、あと3分でランキング読むよ。いきます。1位、朔太郎アットハルピョンの温泉シーン、たくさん見なければさん、いっぱいこのバーナーからいっぱい飛んでいっぱい見てください。2位、パンダさん、ありがとうございます。3位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。4位、トラック野郎さん、ありがとうございます。5位、一徳さん、ありがとうございます。6位、マックミックさん、ありがとうございます。7位、5月28日、お話し会、お互い誕生日近いし祝いっこしたかった YK さん、ごめんね、本当にごめん、それはマジでごめん、本当にごめんね。8位、のど自慢当落町の北里康平さん。9位、 A' アットピョンズさん。10位、すみちゃんアット富山食材消費強化習慣実行中さん、もう漢字多すぎてやばい。11位、ネバーストップアット聖地巡礼するファンって、いや聖地巡礼、結構多分でもしてくださってますよね皆さん。そうだから別に一人ってわけではないですよ、いろんな方がしてくださっているので、これからもたくさんの方に聖地巡礼していただけたら、私もね富山のいろんなところをなんか紹介 しがいがあるなって自分でも思えるようになるから、だからより紹介したいって思って、より富山盛り上げたいって思えるから、ぜひ皆さん待ってます。12位、山内さん。13位、バージョン R さん、ありがとうございます。そして本日のロケート88位はゆかさんです。ありがとうございます。
つまらなかったって来たんで、それってあなたの感想ですよねって言って終わります。ひろゆきさんの言葉をお借りして。ということで、それでは最後にランキングじゃなくてキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで9983人の皆さんにきっときた笑顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。あと17人足りなかった。バイバーイ、おやすみ。あ、一番67人になった、ありがとう。お風呂見てね。バイバーイ。